イガは、長目ヒロズコ画家に属するが、イガという和名で知られる本種の学名はかつてチネア、ペリオネラ L1758 とされていた。ロビンソンによると、日本で T ペリオネラと報告されたものはいずれも T トランスルーセンズの誤りであったという。T トランスルーセンズと異なり、T ペリオネラは日本からは発見されていない。成虫の体長は4.5ミ、mm、リメートル程度。 羽の階長は9から16ミリメートル。体は肺褐色で、頭部は黄色の草むら毛で覆われている。前肢は黄土色で光沢があり、明瞭なもんが3点がある。腰は淡灰色で、羽根長部と外縁は色が濃い。ティーペリオネラと比べて前、前肢、腰ともに色がかなり淡い。幼虫の体長は7ミリメートル程度。体は 単光白色で頭部は黒い。体毛はない。本種に類似する T ペリオネラの成虫と幼虫年2回から3回発生する。摂氏25度においては1世代に約55日を要する。日本では屋内において成虫は4月から11月まで見られる。幼虫体で越冬する。幼虫は繊維を加工してやや扁平で両端が開口している筒状の鞘を作り。 その中で生活する。鞘をつけたまま移動し、接触は頭や胸を鞘の先端から出して行う。幼虫は衣類、毛織物、動物標本、寒魚、魚粉、鰹節などを食べる。幼虫は老熟すると都市で鞘の一方を固定し、鞘の中でさなぎになる。8日から1週間程度で羽化する。成虫は繊維の隙間や動物標本など、 幼虫の食物となる場所に散乱する。野外においては、ツバメやハトなどの鳥類の巣に生息している。世界中に広く分布している。ありがとうございます。